お久しぶりです。シマリスと木村です。今回は皆さんにお願いがあります。シマリスの写真をください。写真集作りたいんですよね。写真集って言っても単純に皆さんから写真を頂戴して、でそれを一冊にまとめましたっていうものではなくて、年齢順に並べたいんですよね。あのシマリスって、まあ、あの一般的に猫とかと違っていろんな模様があるわけじゃないので、結構ね、特にペットとして日本にいるシマリスたちはなんかパッと見ね全部一緒に見えてしまうんですけど、実はその同じ模様の中でもそれぞれねなんか微妙に違ってたり、顔つきが違ってたりだとか、ちゃんと個性はあるんで、それをね、そのなんかいろんな飼い主さんのところにいるシマリスさんがこうね一堂に返すようなその本があれば、なんかいろんな顔つきの変化だとかが分かりやすいかなと思ってます。まあ年齢順に並べたいっていうのは、その年齢でもね結構ね体の大きさだったり顔つきだったりっていうのが変わってくると思ってるので、例えばねももさんとかマメタとか見ても、その特にマメタなんてベビーの時と今の時って全然違うじゃないですか、見た目が。そういうのとかもなんかあの楽しめたらいいかなと思って、年齢順に並べたいなと思っております。まあ、ある意味シマリス図鑑みたいなもんですよね。だからその僕が今頭の中でイメージしてるのは、あの例えばねこう写真集見て、あ2歳だとこんな感じで、あ4歳だとこんな感じだよねみたいな、うん、なんかまあそれぞれ違うシマリスさんですけど、でお互いねなんか個性とかもね、あの違いとかもあのよく見比べられたりとかできるかなと思って、なんかそういう楽しみ方ができる写真集ってあってもいいんじゃないかなと思って、今のこの動画みたいなねお願いをしているわけなんですけれども、あの今ちょっとねちょうど100匹ぐらいかな、目安としてね100ページ分のシマリスさんの写真を集めたいなと思ってるので、もしねそういうなんか今シマリス飼ってらっしゃるよっていう方いらっしゃいましたら、この写真集はちょっとこれは申し訳ないんですけど、今現在シマリス飼われてる方のみ対象とさせていただきます。結構過去に飼われてた方とかも結構いらっしゃると思うんですけど、ちょっとそこまで対象にしちゃうとなんか収集つかなくなるなと思って、でっていうのと、あとはその今この時代を生きてるシマリスさんたちっていうので、そういうコンセプトでその一冊作りたいなと思ってますので、ちょっとそこはね申し訳ないんですけど、今現在ですね、シマリスさん飼われてる方のみを対象としてます。ただホワイトシマリスも対象とさせていただきます。でですね、その応募者さん向けのその詳しい動画っていうのもちょっとサブチャンネルになるんですけど、概要欄に貼ってありますんで、そっちの方をちょっと見ていただけたらなと思います。応募したい方に関してはね、結構ね堅苦しいルール説明みたいなのをしてると思うんで、めんどくせえなって思っちゃうかもしれないですけど、ちょっとよくお聞きになって、よくその動画見ていただいて、でその応募していただけたらなと思います。で、この写真集は自費出版して、シマリス飼ってないよでもこの写真集欲しいなって思う方の手にもお渡しできるように、します。まあちょっと販売するっていう形になると思うんですけど、まあ年内ちょっと目標として年内には発売したいなと思っています。ちょっとねまだちょっとここら辺のスケジュール感見えてないんですけど、そもそも写真集まるかっていう問題もあるんでね、写真が集まらなかったら、やむなく中断するかもしれないので、ちょっとねここはご協力いただけたら、とても嬉しいです。そうなんかねウェブでもいいんだけど、なんかこういうのって一冊のその紙の本として持っておきたいなっていう思いがちょっと僕の中では結構強いので、今回ちょっとこういうやり方でやらせてください。去年はですねコロナの影響でもうほぼベビーが入荷されてこないみたいな状態になって、だから今年だと1歳になるシマリスさんたちかなの数って圧倒的に少ないんですよ。かなりその稀な出来事というか、もう今までなかったんじゃないかなと思うぐらい珍しい出来事で、だからねそんな今だからこそ、なんかこの今を生きてるシマリスさんたちを一堂に返した本にして、なんかねアルバムみたいな感じで、なんか楽しんでもらえたらなと思います。はい、でちょっとここから応募者さん向けの話になっちゃうんですけど、応募期間は、本日9月1日から、9月30日まで1ヶ月間9月いっぱい、募集かけますので、ぜひよろしくお願いします。ただその一定数に達した場合、応募数がね一定数に達した場合は、早めに中断するかもしれませんので、お早めにお願いします。
で、応募フォームはですね、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとあの応募者さん向けの動画見てほしいので、そっちの方に貼ってます。あの概要欄の方から、応募者様向けの動画のリンク先貼ってありますんで、でそこの動画の中に、応募フォームのアドレスが貼ってあると思いますんで、そちらから、アクセスしてみてください。そして参加はできないんだけど写真集欲しいなっていう方、もう少々ねお待ちください。これ実現するかどうかはどれだけ写真が集まるかっていうところにもよると思うので、まあそこら辺はね、あのちょいちょい、報告していこうかなと思いますので、期待してお待ちいただけたらなと思います。最後にあの簡単にデザイン案っていうのを作ってますので、それを見て終わりにしようかなと思います。あの多分画面にはちゃんとした、画像が出てると思うんですけど、こんな感じになってますね。左上の方にAG3って書いてると思うんですけど、これがね、それぞれのページに、まあ、あのこの場合3歳ですけど、まあ、2歳とか4歳とか5歳とかね、いろいろ、番号が変わってくると思うんですけど、数字がね変わってくると思うんですけど、まあ、そんな感じになります。そして、写真の下の方にこのね写真に写ってるシマリスさんのプロフィールですね、それが載ってるっていう風な感じでございます。うん、ちょっとまだ表紙とかはね決まってないんですけど、まあ、決まり次第ちょっとねチラ見せできたらなと思ってます。あの今回ちょっとね告知動画になってしまったんですけれども、ぜひこの一冊、欲しいなと、でご協力いただける方はですね、どんどん、応募いただければなと思います。あのちょっとお手数おかけするんですけど、何卒よろしくお願いいたします。はい、で最後にちょっと宣伝になりますけど、僕のチャンネルではですね、まあ普段はねシマリスの日常動画をアップしてますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。